絶対見つけてやるからな。もうこれ見つけないと、もう納得いかんでしょこれ。いや私もね、これ見ていただいてる視聴者の皆さんもこれ納得いかないと思うんですよ。ちょっと痛い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 プーさん。いやいや、お互い様、いやいや、そんなことないですってプーさん。だって、先にライドしたのはこっちだからみたいな。いやいや、プーさんよく考えてくださいよ。ロボコップたちの拠点は、いやそれはね、先に手を出したっていうよりは、私たちはもう先にライドしたかもしれないです。ただそれ以前に奴らは私たちに落とし穴を仕掛けてですよ。あや、あよくば死んでたんですから私たちも。知ってますプーさん、覚えてますもん。忘れてないですか。プーさんは何事もなくジャンプして避けたかもしれないですけど、ってことは最初に仕掛けたのは奴らなわけですから。はい、まあまあということでですね、ロボコップといえばポリス。とりあえずここにいるでしょあいつら。絶対ここにいるって。しかもこれ見てください、これね、奴らから奪った武器ですこれ。ロボコップの仲間が乗ってたバイクと、でプーさんが一人倒してくれたんね。そいつがこの新武器、新武器のショットガンを手に入れてくれてたんで、これで返り討ちじゃない。これ絶対ポリスでしょ。もう私ね、もう W 方向に逃げた瞬間になんとなくね、もうロボコップってプーさんが名前見てくれてたんで、もうここしかいないでしょ奴らは。でもロボコップ知ってます、皆さんロボコップって。昭和ネタかこれまた。いやでもね、これね、もうロボコップだったら逆にポリス以外のどこにいるんだって話になるんで、名前がぽいからね、プーさん情報で言えばロボコップっぽい名前だったってことは、まあ、正解かどうか分かんないですけど、まあ、ロボコップだとしたら必ずここにいるはず。いたプーさん、あゾンビ、あゾンビね、はい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 。じゃあちょっと探していきましょうか。この子猫、猫すぐに懐いてきた。かい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 、どうだ、どーん。それさ、ガンロッカー開けてさ、パーツ2つってどういうことそれ。あ、これすごちゃんとなんか射的場みたいな手じゃん。射撃場かこれ。あ、いいいいいい、プーさんの神エイムがここでちょっと私がこう横からビーンって出てくるみたいな。どうどうどう、ウィーンみたいな、こうウィーンみたいな、当たんねーよみたいな。あ、ちょっと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 、やばいやばいやばい、 76 HP 76だからプーさん、ダメダメダメ、死んじゃう死んじゃうこれ。いやー見つかんねーなこれ。これ今ポリスの周りもこうやってくまなく探してるんですけど、いやーなロボコップっていうぐらいだからさ、やっぱ警察署の周りとかにさいるかなって思うじゃん。いないかー。何ここ、何、あー新しいやつか、新しい建物かこれは。あーそうだね、新しいね、なんかはい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 、あーおしゃれな感じになってる、キャンプ用品店みたいな感じなのかな。おーいいじゃん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 、はい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 、あーラック系が、あーアイテムボックスみたいな感じになってて、ははーなん、ゾンビの声聞こえるけど大丈夫プーさん。あーびっくりした。もうプーさんかよ、なんで上から飛び出してくるの、もうどういうこと。やばショットガン強すげえ、貫通した3匹貫通したけど、びっくりした。プーさんがいきなり上から、じゃあ他のプレイヤーかと思ってちょっと完全に焦ったわ。あれ
ウーリン、どうしたのウーリン、プーさん、ねえプーさん、プーさん、プーさん、ウーリンがいるよ、ねえどうしたのウーリン、ちょっとなんか鼻血っぽくなって、鼻血出してるっぽくなってるけど、白くなって棒立ちしてるよ、ウーリンも感動してるんだね。ちょプーさん、プーさん、いやだってさ、服いっぱいあるからさ、ウーリンワンちゃんいるかなって思ったんですってなんかさ、え、見てくださいプーさん、これ新しいなんかコンボ、ギザギザのコンボゲットしましたよ。よくないですかこれ。いやここもいないっすね。なんすか、なんすか、なんすか、なになに、おおプーさんキノコゲットしたやん。ナイス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 、これでたけしに暗号をくれますねやばいやばい、ちょっとどうしよう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 、あ、ここにしようかな、上、いや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 、ここここここ分かりやすいところがいいじゃん、これだと、あ、浮いちゃうか、これこの土台だと、あ、ここでいいや、どう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 これどう、これもしここにたけしが訪れたら気づくでしょ、これキノコ、これ不自然だもんね、この壁にキノコ入らない、あ、プーさんここ立って、ここここここ、あいいね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 、ちょっと記念撮影だ、記念撮影、ちょっと待って、これ消して、はいはい、ちょっと待って、ちょっとずれたずれた、ちょっとポージングしてくれたね、オッケー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 完璧スプーさん完璧オッケー、これでたけしにメッセージも残せたし、まあ、ここ来たらね、たけしがこのキノコ、育ったキノコを見てくれるだろう、よし次ひたすら探しますか。プーさん右側ね、私左側行きますわ、 これでローラー作戦行こう、この通りはプーさん右担当ね、サボらないでくださいよ、大丈夫ですか道路からまあどこまで横に行くかって問題もあるんですけど、まあ10マス、うん、10マスぐらいまでじゃないですか、まあ5、6マスでもいいですよ、とりあえず通り沿いから行って、なんか目印になりそうな木とかがあったりとか、まあでもな、これはな、結構過酷やぞ、おい全然、まああれですよ、あの全然眠くなったら落ちていただいて全然いいんで、もう夜遅いしもう私はもう朝まで永遠とこれやり続けれるんでまあまあまあ地道に地道に行きましょう、うん、こういうのはもうね、ひたすらひたすら地道にやるしかないですよ、これもうここまでにはもうしょうがないですもん、これはもう燃えてますね、完全に燃えてますね、プーさん珍しくやってますね、プーさんが真剣気楽に行きましょうって、いやいや、まあ、それ悔しいですけど、びっくりした、ゾンビか、びっくりした、あれプーさんそれフルオートにした、あ、バーストジュースよね、フルオートになってる、あー、モッド、フルオートモッドみたいなパーツがあると、おー、そういうことね、ナイスナイスナイスびっくりした、いきなりドドドドドってくるから怒ってますね、まあ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 、いや PVP サーバーなんてどっちが悪いとかないんすよ、そうそう、先に手出したとか私言いますけど、よくまあそんな基本はどっちも悪いんすよ、どっちも悪いって悪くないの、どっちも悪くないの、そう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 、こうね、やったやられた、取った取られてが嫌だったら PVP に来ちゃダメだと思うんですよ、でそれやっちゃダメだと思うんですよ、そう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 、そういうことなんですよ、そう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 、だからね、怒るんじゃなくてゲームやっぱ楽しまなきゃいけないと思うんで、まあそれはね、マッツンがねやられたのは悔しいですよ、それは悔しい、まあ、ね、1回限りなんで今回は、うん、いやだからね悔しいんですけど、それは怒りじゃなくそれを楽しまなくちゃいけないです、いかにね、そうそう、そういうことじゃないですか、あ、それそれはもうね、天国のマッツンもとか言って天国に行ってる設定になってるけど、寒いよプーさん、寒いよ、雨に濡れて、雪山の雨ってこんなにきついて、あ、おおお、あー違うか、今な赤くなったから一瞬ワンちゃん来たかなと思ったんですけど、これただ 半壁っていうかあれだけですね、もうおいプーさんこれやばないですか、なんか吹雪いてきた、吹雪いてない、これなんか雪がすごい、めちゃくちゃ寒いですけど、あの、いや、あの寒さパーツみたいなやつはつけてるんですけど、
全然冷えてる今寒いよ寒い。もうこれ山この上とかも行きますこれちょっと待って温まらない。プーさんそのねそれじゃ温まらんわ。ちょっと熱い寒いけど。あれちょっと待って消えたよプーさん。ほらプーさんも消えた。あこれ何雪が降ってたりするとこう火炎瓶で引火したりとかするとあの鎮火が早いってこと消えちゃうすぐ。そんなんありました。新しかったんかな。すぐ消えましたよね引火してたけどさ。ちゃんとそれ以前にプーさんそれ以前にねあのいや寒いってそのあったかいくなりたいってそういう話じゃないんで それ暑いねあれはあったかくなるっていうよりは温まったっていやいやいや温まりましたけど。おーキャンプファイヤーナイス完璧じゃないですか。オッケーあったけーあったまるーマジであったまるぜこれ。んあ何ご飯もくれるの。やさおあマジでいいのステーキも。いやーっとおいしいお腹をいっぱいでおいしいよ。あーちょっと待ってビール一杯飲もうみたいな。だってさ、はい、さビールはさ配信画面がこうぐやぐやってなるんですよ。見にくくなっちゃうからそのこともいいから飲もうぜみたいな。もう分かりました。はい乾杯。プーさんお疲れ。あかー画面がぼやける朝日スーパードライあった？ナイス見つけた。おなに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 。おおなんじゃこりゃ。いやー怖っ。ちょっと待ってでもここら辺土地消毒効いてないんですよ。置いてないひょっとして土地消毒なし。あードアだね。いやでもまあこれがロボコップたちの拠点かどうかなんていうのは分かんないし、これはドアで聞いてないだけだもんな。主張ブロックなしここの拠点。こんなん豆腐やん。ボッコボコに穴で穴開けれるんじゃないですかこれ。こっちの方ああちょっと待ってプーさんこっち。ああ聞いてるね。ここの下だわプーさん。そっから地下に潜ってここ土地消毒効いてますわ。赤くなってるもん設置できないフレームが。ああそういうことね。だからこっちの方に地下で拠点がぐわーって伸びてきてる感じ。あここ切れてるわ。あ、ここから聞いてます、主張ブロック。はいまあでも違うかもしれないから。あー、すげえ、こっちの方もあるね。うわ結構でかいっすよ。ほら、めっちゃでかいわ。あー、ここ切れた。あ、ここで切れてる。はいじゃあ、ひとまず確認しよう。この子猫鈴の落として突然この家へやってきた。この子猫足跡つけてじっとこっちを見てる。この子猫窓の隙間着